新聞音読のコーナーです。毎日続けて、はい、発表名人になりましょう。こんにちは、コーナーを担当している池上美和子です。今日はみんな大好き給食の話題です。もうとにかく楽しんで読んでみましょう。それでは一緒にどうぞ。給食にも野球のような甲子園全国大会があるのをご存知ですか？垂水市の給食が全国学校給食甲子園で決勝大会に進み入賞しました。入賞したのは垂水市の小学校や中学校の給食を作っている垂水市立給食センターです。地元の食材をたっぷり使った自慢の献立が全国でも高く評価されました。入賞したメニューはブリのネギ塩焼き、カブの黒酢和えなど、ご飯に合う和風の味です。これを記念して垂水市内の小中学生1000人に入賞したメニューの給食が出されました。牛根小学校ではブリを養殖している人たちや野菜を作っている人たちも一緒に味わい、子どもたちはブリが柔らかくて美味しいと笑顔で話していました。スピーチは読まずに話そうというタイトルで書きました。音読も同じです。最初と最後の部分だけしっかりと顔を上げて話すとよく伝わりますよ。次回もお楽しみに。